はい、今日は10月12日土曜日、今8時、もうすぐ半です。今朝の6時の放射線測定の時に風速を測ったら、我が家の屋根の上に風向風速計をつけてるんですね。北東の風 10.6 メーターでした。台風19号の影響だと思いますけど、かなり離れてるのにこんなに風が強いということは、近くは相当な風だということでしょうね。本当に、まあ、近くの人は注意してください。今日何しに来たかというと、あそこのあぜですね。L 型を据えるか、型枠でコンクリートにしようかって思ってたとこなんですけど、ちょっと変更しました。そこを草を持って草を制する作戦に変更して、そういうちょっと作業をするために、ちょっと一回、あぜを、草を買ってしまおうかと思ってます。まあ、全体はできないかもしれませんけど、竜のひげっていう、あれを持ってきてですね、一回植えたんですけども、ほんの少しずつ、少しの株ずつ植えたんで、もうすべてなくなってしまったんですよね。やっぱりある程度の面積ずつ、芝生じゃないですけど、芝生を植えますね。あんな感じにちょっとしなきゃ広がらないみたいですね。と、ここはあぜがちょっと低くて、田んぼの時期は水が上がってくるんで、ちょっと、その、水にもちょっと竜のひげは弱いみたいなんで、どっちにしろ、あぜをもうちょっと高くしようと思ってますので、はい。まあ、そういう作業と、このユンボのバケットですね。バケットを狭いやつ。あ、これです、これ。これに変えようかなと思ってですね。はい。はい、そういう作業を今からやろうと思ってまーす。そういうことで風が強いんで、外で撮影すると声が入らないんですよね、風の影響で。で、今ちょっと車の中から撮影してまーす。はい、一旦終わりまーす。はい、ああいう状況です。20分足らずで草刈りは終わりました。今からはちょっとユンボのバケット交換ですね、それをして、あとここに使う材料を取りに行って、その後、竜のひげを取りに行こうかなと思ってます。まあ、そういう段取りでちょっと作業をやってみようと思ってまーす。バケットの交換終了ですね。はい、ちょっと風よけで、ユンボの影に隠れて撮影します。材料を持って行ってます。その板ですね。カメラを出したのはこれですね。この前よりひどくなってるでしょ。だからこれもイノシシがやってるんで、これを早くしたいんですけど、まあここもそういうことでちょっと、イノシシがほじくらないようにあぜをちょっとその竜のひげでみんな覆ってしまうかな。ためにあの材料残してます。ここは、はい、ということで、ということであれでした。で、今日は軽トラが使えないんで、ちょっとどっちにしろ乗せにくいんですよね、材料が。そういうこともあってちょっと残してます。はい、一応材料を下ろしまで終わりました。ちょっとこの角度ではあんまり見えないですね。あそこのフォークを立ててる隣に板を下ろしました。で、ちょっとその脇、フォークの脇に、ビニールハウスの腐れたパイプですね。短いやつを支柱代わりに使うために持ってきてます。はい、ちょっとこのウェアラブルカメラも、ちょっと壊れました、ほら。これですね。もう3年程度使うから、やっぱりあれでしょうね。こ
これをもう一つ手に入れる必要がありそうですね。はい、まあそういうことで、今から、竜のひげ、竜のひげのある場所はいくつか分かってるんで、ちょっとまずは一箇所から取ってきてみて、どのくらい使えるかですね。それやってみようかなと思ってまーす。どのくらい使えるかというか、どのくらいまでの距離伸びるかですね。ここの汗全面張るわけじゃないから、こっちの広い方の田んぼ側だけちょっと今回はやろうと思ってますので、はい、そういうことで今から竜のひげを取りに行きます。はい、ここが竜のひげの場所ですね。拡散放出型処分の看板を立ててるところです。で、これは自然に生えたものです。だからこういう風になれば他の草が生えきれなくなるんですよね。はい、で、ちょっともうある程度いっぱいになったんで、これで一回行きます。カゴを持ってきたけど、カゴは必要なかったみたいですね。その辺の小さいのを真ん中の辺にポツポツと置いて、また埋め戻してちょっと一回行きます。足りなければこの辺とかその辺をまた取ります。はい、そういう段取りで行きます。はい、今からちょっと埋め戻しします。はい、埋め戻し終了です。こんな感じですね。まあ少し下がるようだったらまた後から土を補充しますので、はい、こんな感じでやっていこうと思ってます。まあ足りなかったら今度はそっちを取ろうかなと思ってます。そっち側ですね。まあ結構、しかしあそこのあぜも結構長いけんね。はい、はい、そういうことで作業やってます。はい、まだ取ってきた分全部植えてませんけど、1週間様子を見て何も支障なかったら、結構竜のひげも自然にあのくらい増えるっていうことで強いと思いますけど、まあ実際はどうなのかは分かりませんので、ちょっと、はい、2週間ばかり様子見をしようかなと思ってます。はい、で何にもしようがなければ今月中に一応だけでも、竜のひげを植えるというか、そういう作業は終了しておきたいと思ってます。はい、ちょっとこれが広角だから小さくしか映ってないかもしれませんけど、まああんな感じでやってます。作業ですね。はい、撮影はこのくらいで終わりにしてます。